いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。改めましてハッピーメリークリスマス。はい、あんまり盛り上がんないかもしれないんですけども、今日この動画を撮っているのは12月24日クリスマスイブということで、僕なりにいろいろ考えまして、今回札幌のホワイトイルミネーションをレポートしてみようと思いました。これが僕なりのクリスマスプレゼントのつもりです。このメイン会場となっている大通公園なんですけども、すでにたくさんの人だかりで、実はこのオープニングの挨拶撮るのを非常に苦労してます。苦労してるんですよ。なんとか場所を確保できたので今ここで喋ってます。というわけで早速なんですけども、今回の予算発表しますね。イルミネーション見るだけなのに予算とか発表するのって言うんでしょうけど、500円です。今回の予算500円です。見物料がかかるのか、いいえ違います。ただの弁当代です。単なる弁当代です。お腹が空くので歩くと、それだけです。500円の予算で僕の単なる弁当代なんですけども、その代わりにたくさん綺麗なイルミネーションをお見せしたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。そしてまた旅の感動体験を一緒に共有させてください。それでは今回の旅も始めていきましょう。
札幌ホワイトイルミネーションも残すところ1箇所を回るだけになりました。もうあちらに少しだけ見えてます。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思っていただけたら嬉しいです。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。